は手ぶらでバーベキューができたり、温泉があったり、そして e バイクっていう高性能アシスト付き自転車って言って坂を、ね、楽々こげる自転車が前橋市はおすすめしています。その自転車を借りてこの周辺をね、サイクリングすることなんかもできちゃいます。他にも温泉があったり美味しい食べ物があるんですけど、今日はこの後お昼を食べ終わった人向けにちょっと小腹が空いた方とかね、皆さんにおすすめのお店を紹介していきます。イエーイ。はい、まず一つ目、私が紹介するのはザ・バター、間違えました、ザ・バターバームさんのザ・バターバームリッチソフトというバームクーヘンです。はい、このバームクーヘンはこだわりのあるバターを使っていて、ふわふわな食感が特徴のバームクーヘンです。ライブ後の糖分補給にもなるので、私たちにとってはすごくいいスイーツかなと思います。皆さんもぜひお土産として買ってみてください。よろしくお願いします。イエーイ。続いてマイが紹介するのはプルシュのコールドプレスジュースです。このジュースは野菜と果物だけで作っているので、砂糖とかも入ってないので永遠に太らずに飲めちゃいます。そしてこの野菜を取るのはやっぱ毎日取るのは本当に大事なので、皆さんたくさん飲んでください。イエーイ。はい、最近この間フルーチュさんにフルーツティーも売ってるんですが、フルーツティー飲んでツイッターに載せさせていただいたんですけれども、来てらっしゃったファンの方もフルーチュさんのフルーツティー飲んだよっていうコメントを見かけました。すごくね、フルーツも入っていてすごくさっぱりしたお味になっていましたので、ぜひ皆さんさっぱりしたいなって気分になったらぜひフルーツティーもおすすめです。イエーイ。では続いて、はい、私葵が紹介するのは和抜き屋さんの焼きまんじゅうです。小麦粉に麹を混ぜて発酵させて蒸したおまんじゅうに甘い味噌だれをつけて焼いた群馬の名物です。皆さんもぜひ群馬の味噌文化を体験してください。イエーイ。はい、続いて私サーベルがご紹介するのがベーカリーズキッチンお花さんの塩パンです。もう食べた方いらっしゃいますか？パン屋さんですね。そう、パン屋さんです。毎朝ね、開店前から行列ができるパン屋さんなんですけれども、私その大人気メニュー塩パンいただきました。本当に中はカリカリ、あ、違う違う、外はカリカリ、中がじゅわっと、中がカリカリ逆ね、逆ね、逆だったり逆だったり、外はカリカリ、中はジューシーで、パンの甘みと塩味が本当に絶妙でとっても美味しかったです。並んでも食べたい味ってこのことだなって思いました。とっても美味しいので皆さんもぜひ食べてください。イエーイ。そして最後は